浪江町で花農家をやっております渡瀬正則です。渡瀬めぐみです。東京で25年ほどサラリーマンをやっておったんですけど、50歳の時に会社がなくなりまして、その元来の夢である農業に挑戦してみようと考えるようになりました。農業は小さい頃からの夢でした。都会で育って緑が少ない状態で、この一面の花畑っていうのが自分で作れるって思っていなかったので、毎日楽しく花栽培をできている。自分の花が市場で高値で売れた時ですよね。やっぱりこう認めてもらったっていうのがやっぱり一番大きいですよね、はい、品質に関しては、もう文句なしの、ものができていると思います。綺麗ねって声をかけてくださる時が嬉しいですね。栽培の方法とか手順とかは研修で師匠にも教えてもらえますし、異変があった時に声をかけて来てもらって教えてもらうことはできるんですけど、日々のやっぱりお世話というのは花を見てないとわからないことなので、手をかけるかけないで花のこの仕上がりというのは全く変わってくるので、できる限り手をかけていい花を作っていきたいっていうのが目標です。自分らの場合は、メインのトルコギキョウを、7月、8月、9月と3ヶ月にわたってこの木崎の出荷ですねを目指してやるのが、まず一番大きな収入源であって、そのトルコギキョウが終わった後に冬作としてこのように金魚草をやる、収入は年2回という形ですね。花が良くなれば単価も上がるでしょうし、売り先ですね、販売先を増やしていくっていうのがこれからの課題というか、多くの方に買っていただくことで、自分たちのやりがいにもつながるのかなって思います。資金面ですよね。慣れてこう収入をたくさん取れるようになるまでにやっぱり何年かかかりますから、資金だけはよく計算してきた方がいいと思いますね。浪江町独自の補助金っていうのがいくつもありますので、どれが使えるかっていうのを役場と相談して、使えるものは使えた方がいいと思うので、その条件なんかを把握しておいた方がいいと思います。下からずっとやって徐々に上がっているっていう私たちのやり方を初めてやる方にはアドバイスできたら参考になりやすいのかなって。花農家10軒ぐらいあるわけですから、自分に参考になる人っていうのは多分いらっしゃると思うので、そこでお話を聞いて、それでいけると思ったらやればいいし、そうですね、今まで全く経験のないことですから、やってみるしかないです。